はい、半負けの本家の半魔王先生です。今はですね、世界ですね、仕事妨害でですね、核爆弾を落とすとかいうことで脅し合いながらね、ガチャガチャになっていますね。で、これが最大の問題ですね。仕事で生産だろうと、ね、投資だろうと、私のような仕事とかですね、世界中仕事妨害ですね、各国そのね、お金稼ぎ仕事妨害、ちゃんと仕事を しててもね、爆弾を落とそうという脅しでね、脅し合って、摩擦が世界中起きております。本物の爆弾ですね、落とすということでね、来てますので。で、また同盟国であるアメリカであろうと、日本に爆弾を落とすっていう仕事のね、妨害でね、やってますし、日本からアメリカにもやってるわけですね。全部めちゃめちゃでやってます。ロシアもひどいし、中国もひどいですね。イギリスもひどいですね。もうドイツもひどいですね。仕事のを稼ごうとすると、悪い仕事じゃないけれども、その、軍事をね、使ってね、妨害する、爆弾を落とすということでね、世界中やり合っている状態です。私の投資は大きいけども、来やすいですけれども、私だけに来てるわけではないですね。多いですけども、高知の社なんで、似たようなことはね、起きてます。社会全部ね。それで軍事力を強くするということで、日本頑張ってるんですよね。で、逆にその問題はね、軍事力の、兵器を買うのにアメリカから借金して、現在ね、防衛庁の予算の半分近くもう利息だけになっちゃってるんですね。これはもうおしまいになるから、もう絶対買うなということで、自分たちで日本で作れということを絶対やらないで、逆ですね、逆に日本が滅んでしまうわけですよ。そういうこと逆にやってるわけですね。自分のところで作れますから、日本の買う必要ないんですよ。何一個も何も買わなくて全部作れますから、日本はね、戦闘機買ってるようだけど、自分たちで作れますよ、そんなのは。ね。買うから作れないわけですよ。ね。そういうふうにして、逆に日本の軍事力の予算をなくして、弱くしてますね。その辺をね、よく知らないとね、仕事が全然できないでしょ、日本で。まあどこもそうですけども、脅されてね、仕事ができないっていうのは非常に、ちょっと待ってくださいね。また殺人者がいてね、それがもう徹底して、やっぱり爆弾を落とすということで脅してきてましたね。徹底してるんですよ。福島の原発のね、が政府の犯罪なんだけど、これが政府が隠すためにね、また口を封鎖するために、私に対して政府もこう力かけてきたんだけど、爆弾系統でね、で不正裁判とか政府が徹底するんで、で、政府がその大きいね、ことやってますから、私他の人は関係ないんですけど、私に対して対抗してきてるんで、
徹底してね仕事しないということでね、で逆に車にぶつけられて逆に有罪にされてますからね、そんなめちゃめちゃなことしかやんないなっちゃったんです、やんないんですよ、福島の原発の本当のことをね、通報したら徹底してね、国はそういうことをしてきて、おりましてね、まあ今今回の問題はこの世界中の爆弾攻撃ですね、それで仕事を抑えられるということがもうめちゃめちゃで、今景気が厳しいというのはそれですね、世界中それが最大の問題だということが分かってきました。まあそんなことで夜中ですけど仕事中でまたそこまで仕事しておりますね、真面目にね毎日毎日ね、そんなことで記録に残します。